皆さん、こんばんは。皆さん、こんばんは。久しぶりです。今日は誕生日のコメントを全員に返せなかったので、この場をお借りしてインスタライブをやっています。皆さん、本当にありがとうございました。たくさんのコメントありがとうございました。そしてプレゼントもたくさんありがとうございます。皆さん、こんばんは。久しぶりすぎるな、これ一人。ありがとうございます。いや、コメント全部読んでますよ。本当にいつもありがとうございます。今日は誰かとコラボするんですか？特にする予定はないです。いや、本当にみんなにコメント返せなかったんで、今日はインスタライブをしてます。みんな元気してました？オーストラリアのファンで、ありがとうございます。なんかいきなりやり始めると何を話していいか全くわからんな。久しぶりすぎて。コメント返しでもしますね。ピアノはたまに弾いてますよ。走る見てんじゃん。ちょ、走る、入ってきてよ。ちょっとやっぱ一人じゃ俺ダメだわ。頼む。走る。北海道に遊びに来てください。本当に北海道行きたいっすね。やっぱ海鮮自分大好きなんで、すごい北海道好きですね。宮城、牛タンいいっすね。おお、柱入ってきたじゃん。いいじゃん、いいじゃん。寝てたのに。絶対嘘じゃん。どうも、こんばんは。てか、なんか柱太った。いや、やめてもらっていいですか、ちょっと。なんか顔大きくない？え？気のせい。気のせいですよ。ほんと？はい、やめてください。ほら。もう、300人見てますよ。ほんとだね。なんかいつもより多いんじゃない？前なんか200人ぐらいじゃなかったでしたっけ？だったよね。いや、今日はさ、このインスタライブでさ、皆さん、ありがとうございましたって言ったやん。ほら、顔大きくないって。え？嘘？ほら、走るさんテカってない。走るさんなんでテカってるか教えてあげてよ。恥ずかしいからやめてもらっていいですか、ちょっと。いやいやいや、走るはなんでテカってんだっけ。ちょっと、それは恥ずかしいんで、ちょっと場所移動しますね、俺。部屋汚すぎてちょっと映せないな。富山は雪は積もってますけど、だいぶもう溶けたよね。もう大丈夫っすよね。お、野田キャン久しぶりやね。生きてるよ、なんとか。
よいしょ。何時からやってるんですか？え、ほんと、今さっきよ。今さっきさ、やり始めたのはいいんだけどさ。はい。よし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 。やっぱり一人じゃ全く話せんわ。すごい、ほんすげえ。いや、とりあえずほら、走るがなんでテカってるかさ、ちょっと。やめましょう。え？やめましょう。なんで？いや、そういう企画じゃないっすよ。いや、なんか走る髪伸びたね。え、そうっすよ。もう3ヶ月切ってない。全然、3ヶ月切ってないの？さ、あの、総合前から切ってないっすよ。あ、そうなの？そうなんすよ。なんだかんや。ほら、やっぱ自分来たら減りましたよ、人は。減ってない、減ってない、これが。ほら、テカってる理由気になるって。え？それは男の事情でいろいろあるんですよね、カムさんね。そうなの？ひどいわ。いや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 。え、てかコメント全然反映されないですけど、だけですか？されてるよ、俺めっちゃ。え、一番下にやってみ？え、一番下っすよ、今。え、そしたら動くやろ。今コメント来てます？来てるよ。え？コメント止まってるんですけど、なんか。え？え、悪いの？ほら、やっぱ角度的にテカリがすごいです。男の事情？はてなってきてる。え、ほら、コメント動かないっすよ、コメント。動いてるって。走るさんテカテカ。え？え、じゃあ一回消してみ。でもう一回入ってきてよ。ん？テカテカって言ってるじゃん。そうですね、本当に落ち着いたら講習会とかやりたいんで、ぜひ皆さん呼んでくださいね。そうなんです、俺お風呂上がりなんですよね、今お風呂上がりで。なん、え、走る、ここは本当に練習疲れました。来た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 、動いてる動いてる動いてるでしょ。電波じゃん。電波悪いんすかね。うん、あれこれ、あれこれ大輝じゃん。大輝さんって出たよ、あの人いつものノリじゃん。本当にね、いつもそんな感じ。てかさ、なんかいろんなとこに講習会とかやっぱ行きたいよね。行きたいっすね。うん、行けないっすもんね今はね。なんか行ってやっぱ食、俺らめっちゃ好きじゃん。はい、だからなんか食事もめっちゃ楽しみじゃん。いいっすよね。てかいつもなんか探してますもんね、うん、そうよね。ほんとインスタライブしてるも自粛期間思い出しますね、うん、やってたね。やってましたね。毎日やってましたっけ。やって ほぼ毎日のようにやってたよね。後期髪型似合わないとか言って。いやでもさ、結構インスタライブやってくださいっていうの来ない？え、来ますよ。そうでしょ。はい、そうだよね。めちゃめちゃ来ますよ。ほら、走るさん髪切ってほしいって来てるじゃん。もうそろそろ切れますよ、多分。なんか走るあれじゃない？なんか違う髪型してみたらいいじゃん。それいつも言うじゃないですか。もうでいつも一緒じゃん。面白くないじゃん。それがいいんすよ。あ？そう。なんで？やっぱりシンプルイズベストです。もう髪染めなってきてるよ。
絡んでくんなよ、コウキ。お、そうなんですよ。自分、今、ヨネックス、白の靴履いてんすよ。どう？俺の白の靴走る？でも、白のイメージないっすよね、トナムの人みんな。ないよね。違和感がすごいっすよね、やっぱ最初は。やっぱそうだよね。慣れたら、まあ、まあ、カムさん何でも似合いますもんね。いやー、俺、でもカンタ結構見られてきてない？あ、カンタ見られてきましたね。そうでしょう。やっぱ、慣れっすよね。マジ慣れじゃないですか。だってさ、俺もさ、あの、スパッツ、ロングスパッツ履いてるけどさ、うん、なんかもともと、いや、それはないわって言われた時もあったけど、あったからさ。そうなんすか？うん。でもさ、いや、特にあれだよ。早川さんとかだからね。ああ。でも。最初あれっすもんね。あの、レッグサポーターっすもんね。そうそうそう。走るも入ってたじゃん。レッグサポーター。なんでやめたんかな？なんか、いつの間にか履かなくなってました。いや、だから、今、俺履いてないとなんかすげえみんなからおかしな感じするって言われるじゃん。マジで変っすよ。どうしよう。マジで変っす。でも俺もなんか恥ずかしいもん。見せれないっすか、もう。もうちょっと生足見せれんよね。お、ファジャル、ファジャル。うん、ほんとだ。バシャル。やべえ、もう、英語ばっか、英語ばっかっすね、もう。じゃがいも。え、じゃがいもってこれ鍋？お、なべさん、なべさん。お、なべさん、久しぶりっすね。鍋。じゃがいも言うな、じゃがいも。なんだよ、でも、なんか、ほんとじゃがいもになってきてない？え？ほんと。ナムさん、いつも言ってくるからな。ほら、ヨネックスの宣伝、あざーってきてんじゃん。でも、もう、年取らんねって言うけどさ、もう、俺も32の年だもんね。33? 変わらん？ 33 じゃないですか。だから31だから、まだ。でも変わった？俺。いや、俺26歳ぐらいからでしたっけ。そうだね。マジ変わんないっすよ。そうやろ。マジで変わんないっす。すごいっす。え？すごいぐらい変わんないっすよ。って言ってもみんな誰かめちゃくちゃ変わった人もいなくない？どうなんすかね。でも周りからじゃ変わってんすかね。でも俺サラサラで昔の写真見たらちょっと変わってるなと思いますよね。あ、もう昔の写真分かってなるもんね。いや、昔の写真すごいっすよね。うん、俺もそうそう、フォロワー1万人行きたいな。もうちょっとやな今。なんす、え、嘘、そんないるの？はい、今2000人ぐらいですね。全然まだまだじゃん。てかどうやったら何万人も行くんですか？いや、でも一番はあれじゃないの、試合に勝つことじゃないの。そうっすね。それしかないでしょ。コメントで今何万人ですか？今、5万人。5万人。お、小森部長も見ていただいてますけど。俺の半分やんって聞きます。小森部長、こんばんは。お疲れ様です。でもなんかこの感じ久しぶりじゃない？いつぶりっすか？去年のだって5月とかじゃないですか。いや、本当に緊急事態宣言ぶりだと思う。なんかめっちゃ流行ってたっすよね、一時。うん。で、何かを機にみんなやんなくなったっすよね。そうだね。まあ、みんなもなんかちょくちょく練習とかも始まってじゃない？忙しくなってきたんすかね。でも、結構この寝る前の時間ってさ、はい、何もないよね。寝る前の時間とか結構時間もあるよね。結構時間あるっすね。もう俺もう寝てましたけど。いいよ、そういうのはいいんだ。あ、そういうの大丈夫ですか。うん、
まあ、定期的にやれたらいいよね。お願いしますね。え？お願いしますね。いや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 。でもカムさん発信じゃないとやっぱり。ダメだよ。これどうやってフォロー、うん、あの見てる人見るんでしたっけ？その右上でしょ。239人じゃない。あ、これか。うん。お、見てる見てる。後期まだ見てるよ。もう暇人だな、あいつも。後期見てんの？これフォロワーが上に来るとかあるんですかね？ああ、それはあるかもしんないね。下の方だ、そうなったら、こうも見てんじゃないの、これ。俺こうもフォローしてないですよね。外したの？いや、もともとフォローしてないですね。あ、そうなん。見てる見てる。ユナもなんか、起きてんじゃん。え、ユナ？うん。ユナ、ユナ。あー、ユナ、ユナ、あー、ユナいた。いたでしょ？すげえな。あ、おやすみなさいっす。やっぱクラブハウスよりいいんじゃないですか、こっちの方が。なんか、ただ二人で喋ってるだけになるもんね、クラブハウス。クラブハウスでもなんか、いろんな人いるっすね。うん、いるね。結構やってる人多いよね。なんかスポーツ選手めっちゃいますよね。うん。でもなんか見たら、なんか、こう、誘ってくるじゃないですか。うんうんうん。出らない人でも。ちょっときついよね、うん。それはちょっとやりづらいよね。ちょっともう聞きたいだけなのに。うん。もういい話してるなと思って聞いてるのになんか、めちゃめちゃ誘われるから、うわ、これどうしたらいいんかなみたいな。確かに確かに。クラブハウスってどうやって使うんですかって。クラブハウスって本当にあれだよね。喋ってる人の、喋ってる人のを聞くだけだよね、本当に。でも、それぐらいですよね。うん。だからなんか本当にそのグループに入ってる人たちで会話をするって感じだよね。でも入ったら入ったでバレるし、うん、そうそう、クラブハウス結構怖いよね。怖いっすね、あれ。うん、ほら、クラブハウスよりもインスタライブの方がいい気がする。やっぱそうっすよね。うん、俺らもどっちかというとそうじゃない？いや、クラブハウスはちょっと苦手っすね。うん、俺らこれ今200人だから200人切ったら終わる？200人切ります？切りそうっすね、これ。だってほら、もう切りそうっしょ。207、ほら。一瞬で来た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 。でも増えちゃうんすよ、これまた。俺だって自分来てから100人減りましたよ。何その100人減るってどういうことなの？さっきだと310何人ぐらい いませんでしたっけ？ああ、いや、それはあれでしょ。もう押したすぐだったからじゃない？いや、最初の方はやっぱみんな見るんですから、入って。うん。何してんだろうみたいな感じなのかな。おお、増えてきた、増えてきた。でも、ああ、そのうちクラブハウスがいいって言うよ。クラブハウス、入ってるのがバレるのが一番きついですよね。それさえなければちょっと聞きたい部分いっぱいあるんですけどね。そうそうそう。なんか、わかんないよね。でもみんな結構やってますよね。やってる。やってるから、俺結構ラジオ感覚で聞いてんだよね。ああ。うん。ラジオ感覚で、でも結構真面目な話してる人たちが多いしよ。めちゃくちゃ多いっす。そうやろ？俺入ったら大体ポケモン GO の話しかしてないっすけどね。そういうとこに入ってるからじゃん。ああ、ありがとうございます。でも、誕生日もう1週間経ちますもんね。そっか、今日で1週間か。33歳で1週間。31だから言って。31だから。いや、でもここにね、10年前の写真置いたらね、全然違うねってなるよ。21歳、それが、カマさんの時太ってる時じゃないですか、21歳。確かに
太ってる時だ。あれ見たらみんなびっくりしますよね。そうだね。みんな知らないんじゃない、俺の黒レシピ。絶対知らないと思いますよ。そうだね。あんな太ってたんだってなりますもん。俺自分でもびっくりしますよ。何そんな太ってないでしょ別に。いや、やばいっすよ。そこまでないって。いや、もうパンパンっす顔。でも、結構今の顔も、今の顔、あれだよ。走るも結構今、パンパンよ。痩せてきたんすけどね。でも俺も太ったんだよね。絶対太ってないっすよ、ね。そんな変わんないっすよね。いや、2キロ太ってた。マジですか？うん。俺確かにまあ、太ったかもしれないっす。でもなんか、なんでこんなに太ったんだろうと思ったんだよ。そんな食べてないのにな。そうだよね。でもなんか、結構汗はかいてるはずじゃない？動いてる量は多くない？多いと思うんすけどね。そうやろ？足りないんすかね。でもこれで、この運動量で太るってことは、やめたらやばい。やばいと思う。だって俺この1週間で多分あれだから、めっちゃちゃんと食ってたじゃん。もうご飯おかわりして、朝からおかわりして、で、まあ昼はまあ普通で、夜おかわりしてだったからさ。あんな食うことないっすもんね。ない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 。朝からご飯2杯も3杯も食うことないっすよね。ないね。すげえな。外人の人多いな。うん。いや、ほら、そうそうそう。テカリの原因話してよ、もう。もういいじゃん、別に。いいっすか。うん。だってそんなにさ、あれじゃない？まあ。それがですね、皆さん。そんなことってなら。マスクでニキビがすごいできた時期があって、そこからスキンケアをすごい頑張ってるんです。なるほど。ね、カブさん。はい、なるほど。マジやばかったっすよね。一時期ちょっと、なんかひどい時あったね。マジやばかった、やばくて。からなんか薬ちょっとずつ塗るようになったらなんかテカテカになってきて、確かにテカってんな。テカっていうか走り健康テカってる、いつも言ってんじゃん俺。見て待機ギャグや。あの人も暇なんすね。最近会ってないな、何年も会ってないな。でも、でも俺最近あれだよ、毎日あれしてるよ。毎日洗顔と化粧水乳液みたいな。いや、毎日やるっすよね。最近やるようになった。あ、そうなんですか。もう今まで全くやってない。それでできないのがなんかすごいっすよ。なんかもう、やばいっす。いや、一時期俺やばかったよ。え、いつっすか。中学生の時かな。あ、中学生、だいぶ前っすね。うん、中学生の時に、なんか、いきなりかな、めっちゃできて。はいはいはい。で、俺すぐ皮膚科の病院行ったもん。でも皮膚科のあれいいんすかね、薬。なんかね、電気当てたりしたんだよ、その時は。ああ。うん。だから、それでなんかちょっと、わかりづらくなって、大丈夫。嫌じゃない？電波は浮かないですか？聞こえてる？うん、走りの悪い。聞こえてますよ。皮膚科行こうかな。いや、でもそんなひどいわけじゃなくない？いやー、最近マジ落ち着いたっすよね。なんか、いきなりひどくなるよね。いや、そうなんですよ。何がダメなのかな。30歳を超えるとニキビとは言えなくなりますね。もう吹き出物や。
ばいな。お、カモさん、200人切ってますよ。ほんとだ、やめないとじゃん。電波悪いかもって。走る？いや、カモさん、電波悪い。今止まってます。いや、今俺、Wi-Fi つなげてるから見ただけ。多分それ一回画面切り替えたらあれなんだよ。うん。ちょっと止まるんすかね。ほら、角質ケアしよう。走るさん、治るよ。ストレス。やばい。カムさんのフォロワー温かいっすね。え、俺もブレてんの？そんなブレてる？俺ブレてる？大丈夫？どうして走る？全然ブレてないっすよ。200人切っちゃったわ。はい。11時で終わる？じゃあ11時で終わりますか。そうだね。あと7分ぐらい。どんな女子トーク？豆乳飲んでみて肌荒れ良くなるよって書いてある。うん、豆乳か。そうそう。で、結構さ、このインスタライブしてさ、こう自分が気になることを教えてくれるからすごいありがたくない？だってこれで走る、豆乳飲めば一緒、皮膚科行けば一緒、もう治るじゃん。治るんすか、ね、やでもアンチいないっすね。アンチいたらもう心折れて、もう切っちゃう。このあれかな、こうしたらいいのかな、こうしたらいい、聞こえてる？いや、ずっと別に変わんないっすよ。なんだろうな。はい。パックいいですね。パック。合ってないんだ。やってんすけどね、たまに。何がいいんすかね。ニーベア。なんかあれですか、韓国のやつですか。なんかニーベア最強説あるっしょ。いや、結局はあれだって、自分の汗を使うのが一番だって。だ、走るの合ってないんじゃん。俺でもあんま変わってないですけどね、昔から。音声途切れてるらしいっすよ。あ、カムさんの方らしいっす。なんか遅れてるらしいっす。自分は全然普通なんですけどね。一国道って書いてますよ。そうですか。全然普通っすよね。俺やってても普通なんですけどね。たまになんか富山の Wi-Fi ダメな時ないですか？今日多分 Wi-Fi ダメです。なんか YouTube 見ててもなんかこう、あの10秒スキップあるじゃないですか。あれがなんか止まりますもんね。いい時はなんかスーってすんなり行くんですけど。聞こえてるかな？え、聞こえてますよ。俺一人ですか？どうなんだろう。どう、サラ、聞こえる？聞こえる？聞こえますよ。なんで？聞こえるんかな？
23時過ぎちゃいますね。もうほんと。おぉ、250人いったっすよ。だから多分、開いたすぐだから、みんな。って押すんだと思う。うん。俺？俺なの？はい。めっちゃ止まってますよ。え？めっちゃ止まってますよ。今も？今動いてます。ほら動いてんじゃん。なんで笑ったの？さっき止まってました。止まってるかと思ってやったのにさ。ほらもう11時。どうすんの走る？寝る？どうしたんす？任せますよ、リーダー。あ、ボス。あ、キャプテン。いいよ、何回でもやっぱ固まるんだね。なんてなんですかね。やっぱ富山 Wi-Fi っすよ。だって俺 Wi-Fi じゃないって。今 Wi-Fi じゃないっすか。俺 4G、4G。なんか富山の電波悪いんすかね。そろそろ俺も携帯変えたいんだけどな。走る変えてないの結局。そうなんすよ。もう変えます、そろそろ。俺カメラぶっ壊れてるから変えたいんですけどね。皆さんどう思いますか？もうやめた方がいいっすよね、自分たち。ね。もう11時過ぎちゃったしね、走る。もう寝る時間だよね。来ないっすね、コメントが。返ってこないっすね。うん。いや、多分遅れて入ってくんじゃん、俺らの声は。そういうことっすか？そういうことだよ。富山電波。富山電波悪いかも。富山は 5G 使えないよね。5G ないっすよね。うん。じゃあ、今こうやって入ってきてるもん。本当だ。じゃあもう11時5分にやめましょう。ねえ、そのさ、中途半端なさ、時間設定するからいつもこうなんじゃん。いえ、これはカムさんが電波悪かったから5分延長っていうことで。ああ、なるほど。サラが起きるってやばいっすよ。サラ、明日くんの練習。サラー。ほら、でもさ、走るいつも何時ぐらい寝てんの？いい、俺早い時めちゃくちゃ早いですよ。もうマジで早い時はほんと8時半とか9時には寝てます。富山のいいところ行っておいた方がいいですよって富山のいいところお願いします、カムさん。富山のいいところ、富山いいとこしかないよね。さら明日試合だって。おー、試合なんだ。俺、カムさんのおかげで、だいぶ、有名になったかもしれないです。どういうこと？走るんでめっちゃ来るんですけど、なんか俺、走るんでめっちゃ呼ばれるんですけど、なんなんですか？なんで？わかんないです。なんか、それ通ってるんですよ。あ、白エビバーガー。いや、やっぱりさ、最近、俺ハマってるラーメン屋さ、やっぱあそこなんだけど。トンジンチ。あれじゃ、あ、トンジンチっすよね。うん。一回しか行ったことないからな。もう大腸とか、メンパチとかは行くじゃん。そうっすね。もう、なんか普通に行ってるじゃん。何もなく入るお店じゃん。そうっすね。トンジンチ、マジ並びますもんね。並ぶね。走るんかわいいってめっちゃ走る人気やん。どうした？走るんは走るんだとか言いますよ。お、ドンペリたくさんあるところってそうなの？あそこ走るん倍走すごい。あ、氷見のトンジンチはめっちゃ美味しいよね。あそこ行きたいな。この前も金子久保とアスト3人で行ってるからね。
あれ誰かな2杯かなんかあれもう一杯違うとこ行ったんですか。違う。そこで、そこで。そう、2杯食べたい。なんか大盛りできないの、あそこ。そうでしたっけ。そう。大盛りできないから、1杯じゃちょっと物足りないんだよね。で、2杯頼んだやつ。2杯頼んだ。2杯は食えんな。東野が起きてます。東野選手。あ、走るって。そこ走るんだろう。今入ってきたか。そうだよ。え、友達のお父さんがやってる店だって。すごくない？すげえ。香川にもラーメン食べてきてください。なんか香川に行ったらなんかうどんじゃない？うどんのイメージしかないですよね。そうだよね。香川のうどん食いたいな。走る5分になったよ。走るんるん。終わりますか。あれ？もう一回聞いてみます？じゃあ。鹿児島。5分になってしまった。いや、牛タンは最高だよね。うわ、牛タン思い出しますね。町田牛タンだって俺ら総合ほぼ毎日のように牛タンだもんね。牛タンしか食ってなかったっすね、マジで。まあ、なんかそうだよね。あれやばかったな。もう普通に歩きに行ってましたもんね。飯どこ行くとかなかったっすもんね。そうだね。もう向かってましたもんね、あそこに。うん。12時まで延長希望って。でも12時はちょっとね、あれっすよね。そうだね。宮城の何？沖縄といえば、沖縄といえば何ですか？沖縄。あれじゃないですか。ソーキそばじゃないですか。ソーキそばって沖縄でしたっけ？うん。ゴーヤチャンプルとかじゃなくて。あ。え？何？あれだ。え？海ぶどうってどこでしたっけ？ああ、あるね。沖縄、よし。海ぶどう、海ぶどう。広島といえば。広島焼き。お好み焼き？かまさん、広島焼きっす。お好み焼きやろ。かまさん、そっち派っすか？俺、あんまりお好み焼き食べないんだよね。いや、多分、美味しいとこ食べたことないんすよ。そう。兵庫といえば。あそこ、なんだっけ、中華街でしたっけ？なんか、あるっすよね。からえ、あそこ福井県といえば、ソースカツ。だよね。うわ、ユナ出た、お好み焼きとか言ってるよ。名古屋といえば、名古屋コーチン。あれっすよ、ひつまぶし。ああ、俺、ひつまぶしは好きだわ。結構いい値段しますよね。俺大好きだわ。うなぎ好き。うなぎ食いたい。うなぎないっすもんね。あります？あるっちゃあるっすかね。うなぎは近くにあるよ。行ったことないな。いや、しるさんが行ってるのは何？南京町。南京町なの？南京町。どっちなんだね。南京町。え？兵庫のなんだっけな、なんか中華街みたいなあるじゃないですか。知らないですか？それがそこにあるの？南京町ってどことかあったかな。北海道といえば、北海道、うん、
海鮮丼。ああ。ラーメン。あ、ラーメン。ジンギスカンあるじゃん。あ、ジンギスカンっすね。ジンギスカン美味しくない？ジンギスカンめっちゃ好きっすね。南京町。南京町って読むんだ。いいっすよ、行ってみてください、南京町。何、行ったことあんの？一回あります。ジンギスカン。おお、なんか歌流れそうじゃん。あ、白い恋人ね。カンパチ美味しいんだ。どこ？北海道ですかね。北海道はなんかスープカレーのイメージもあるな。ああ。富山にもジンギスカンのお店ありますよね。ありますよね。あるの？え、あそこあるじゃないですか。どこ？マルナ。2階。ああ、2階ね。はいはいはい。1階しか行ったことないですよね。2階はあるよ。ああ、1階ってそういうことね。うん、結構いい値段するよね。いい値段しましたね、うん、ご飯にしてはちょっとあれですよね。うん、沖縄に黒い恋人あるよ。佐賀といえば佐賀牛で。佐賀行ったことあるかな。なんか俺も腹減ってきたわ。それデブっすよ。佐賀県といえばやっぱり佐賀牛。佐賀牛は美味しいからね。そうな、コメント来るな。やっぱこうコメント来た方がいいよね。コメントめちゃめちゃ来ますよね。うん。夜中のラーメン。夜中のラーメンとか、学生の時、だな。大学生の時。熊本県って言ったら馬刺しだよね。馬刺しっすね。いや、最高だよね、馬刺し。ダロップテっすね。あ、ダロップテ。おぉ、通なとこ言うじゃん。ダロップテ。一回しか行ったことないっす。え？一回しか行ったことないっすけど。マジで？あれうまかったな。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日はそのためのインスタライブです。皆さんだいぶ遅いですけどね。うん、だいぶ1週間経ちましたけど、皆さん本当にありがとうございました。たくさんのコメント、プレゼント。ハッシュはもうすぐ誕生日なので皆さんよろしく。クッキー、あ、動いた動いた。カキ屋さんがめっちゃ宣伝してる。え、そつけ。今も？止まってる？あ、動いたす、動いたす。めっちゃ止まりますね。うん、もう俺の携帯ダメなんかな。ちなみに自分の誕生日知ってくれてる人いますかね。って言ってみて。ね、あれ俺が固まってんのか。ほらそうじゃん。だって俺もなんか走る。え、カブさんっすよ、固まってるの。いや、だから走るあれだからだって。分からんです。3月21日月321321おお
カムラさんです固まってるのって言われてます。絶対嘘、俺じゃない、絶対 4G バカにしちゃいかんって。はい、え、そんな聞こえん？ダメだ、固まってきた、ちょっとめっちゃ止まってますよ。多分これね、時間が経つと電波悪くなるパターンのやつじゃない？そんなあるんすか？うん、2人とも固まるらしい。あ、そうなんや。うん、自分の画面では自分はめちゃめちゃ綺麗に映ってるんですけどね。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。今めっちゃ天然な発言してるよ。おかしいなぁ。え、固まってんだ。今日のやっぱ富山の電力ないんですよ、多分ちょっと。何そんなん。はい。今ちょっと電波弱いらしいっす。いや、やっぱ雪降ってるから仕方ないよ。いや、そっちに回っちゃってるかもしれないですね、電波が。でも復活しちゃったよ、だいぶ。天気は悪いよね。でも晴れてなかったですか？うん、今日はな、晴れてたけど、ずっと悪かったじゃん。誕生日知りたいな。痛いよ、言ってくれなかったっすね。うん。富山ディスられたって。ほんと、富山の悪口走り言いすぎると思う。富山県民。悪口じゃない。悪口じゃない。で、走りの誕生日はいつよ？うん、覚え。あれ、聞こえてました？なんて覚えればいいの？三二一。まあ、戻ってきた、戻ってきた。俺、こっち側に行くとダメなんだけど、ね、絶対違いますよ。皆さん、3人。今、まあまあまあ。一国道になってますけど。嘘つけ。どっちもダメらしい。え？ライブ動画は停止されましたって出てきました。全然何も触ってないですけどね。聞こえる人もいる。富山、ん？誕生日富山、富山いないんですよね。合宿中で東京にいると思います。お、今聞こえてる。聞こえてる？321だ。321了解。いや、もうこれで結構みんな覚えたんじゃない？よかったじゃん。みんな祝ってくれますね。よかったね。走る寂しがり屋だからね、ほんと。祝ってくれる人いないからな。聞こえます、聞こえます。何なんすかね？ 318 です。ほら、走るの方が画質悪いです。もう走るんが浸透しすぎじゃないですか。うん、今でもめっちゃ綺麗ですわ。そうそう、綺麗にしてる。今めちゃめちゃいいっす。来てる来てる。走るんおめでとうってまだ1ヶ月以上あるんですけどね。もうそれぐらいいいんじゃない。もうみんな忘れるから今のうち言っといた方がいいんじゃない。じゃあいや、1ヶ月後にインスタライブはできないな。なんで？合宿中にインスタライブはできないですよ。あ、そうだね。合宿終わったら、カムさんお願いしますね。なんで俺よ。だって俺、じゃあ次、走る位置やってくれんの？
カムさんがやったときにやります。じゃあ寝るか。そうっすね。うん、じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。33歳の神村武史でした。31だからそこ忘れちゃダメだよ。また大関は31っすね。そうだよ、31だよ。俺の誕生日は2月の14日バレンタイン。はい、ちょ、もう覚えてました。今日とかマジで2月12とか言っとったからね。冗談じゃないですか。え、冗談じゃないですか。誰が2月14日にさ、ケーキを持ってきてくれたのによ。2月12日でしたよねって。それおかしいやろ。カムさん、冗談じゃないですか。はい、じゃあ、イント悪くなるからやめましょう。うん、そうだね、はい、じゃあまたやろう。また明日っすね。はい、明日も頑張りましょう。お疲れ様でした。皆さん、おやすみなさい。